謎がこのように出ている人は注意が必要かも。特にお腹が出ているか妊娠している人の場合はこの病気を疑った方が良いでしょう。30秒で教養アップ。この病気の正体はヘソヘルニアです。主に新生児に多く現れる症状ですが、大人でもかかる病気だそうです。肥満や妊娠によって腹部が膨張した人々に現れやすいとされています。どんな病気なの？これは臓器がへその皮膚を押し出して膨らみが出る病気です。これが危険な理由は症状が深刻になるまで気づきにくいことです。ここで重要なのは、いわゆるデベソとヘソヘルニアは異なるため、生まれつきおへその部分が出ている人はあまり心配する必要はありません。もしかかっても通常は縫合治療で治せるそうですよ。